おっとっと、40周年ヒストリー。おっとっと、また開けてしまったね。おっとっとのおっとっと、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 おかげさまで40周年ビシバシビシバシバシホー、レッツゴー。昔石橋今石橋、石橋向いたらまた石橋、石橋向いてまた石橋、石橋叩いて渡ろう石橋。40周年末永く。あ、監督、こういうの好きなの？監督はこれからもよろしく。ピポピポ森永。最初いきなり一発目で箱ぶち破ってやろうと思ったんですけど、もう一個あるの確認してたんで、これ二個あるな。壊しちゃったらなるだろうな。それやるとすごく嫌な雰囲気なんだろうな、スタジオは。関係者の士気が下がるなと思って、あ、これはやめとこうと思って、そこからなんか自分が大人になったところです。40周年末永く。痛い。新商品として発売するときに CM に出させていただいて、とにかくすごい数やってると思いますよ。40年経ってまた僕を使ってくれるんだって、非常に森永さんに感謝してますね。だから田町に足を向けて寝たことないです。田町というのは、森永さんの本社が田町に、田町で駅前にドーンとあるんですけど、ピポ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 、何なん森永か。あピポピポだよね、やっぱ森永は。同じことを何度もやっても面白くないですし、みんなが思っていることを超えていくというか、次はみんなの想像を超えるバージョン。これからもよろしく。なんだそのパターンか。受け取る。かっこいい。予定調和は絶対やらないということを肝に銘じて、生きてきたので。これ大丈夫ですか？これギリギリじゃ大丈夫。大丈夫。大丈夫。すっごい面白いです。汚れてないですもんね。素人で事務所も入ってなくて、プロでやっていけるかとか、そんなこともよく分からず、中古の車の頭金になるんじゃないかと思って、19歳の右も左も分からぬ若者は会社を辞め芸能界に舵を切っていくんですけど、これがなかったら本当に
会社辞めてないと思います。はい、サラリーマンやってると思います。さすが森永さん、先見の目がある。ピッポピッポ。じゃあ歌から撮っていきます。はい、じゃあ歌からいきましょう。おっとととのおっとっと、おっとととのおっとっと、おっとととのおっとっと。もうちょっと痛そうな感じっていうのも痛そうバチーンの頭で。実はこれで歌うとはなかなか難しいおっとととのおっとっと。許してちょんまい。おっとっと、そうだと思うんですけど、変わらぬ味というか、みんなが、求めていることをちゃんときっちり守っていくということは非常に大事だと思うんですよ。全ての撮影終了になります。ありがとうございました。トンネルズでやってきた笑いだとか、柴下孝明のやってきた笑いだとかっていう味は絶対変えないし、変えるつもりもないんで、それは40年やってきた僕の、まあ、プライドみたいなものではありますね。ありがとうございます。意外と真面目に仕事をする人なんだなっていうところ、あのオウムにとって。